24時間テレビのマラソンランナーに選ばれるのは難しいですかね難しいんじゃないですかねやりたいって言ってる人がなるもんではなくてあのその時々でそれなりに話題になってる人で,であのそれなりの距離をちゃんと走れる体力のある人っていうので結局そのあのマラソンができる人って世の中あんまり多くないんですよで波佐間寛平さんっていう人がそのコメディアンでありながら異常に走れる人だったんですよね なんかあの人は地球一周した経験があるっていう、かなり変わった経歴の持ち主なんですけど、1日50キロずつ走ってっていうのをこう何日も何日もやり続けて、結果としてその地球を一周するっていうのをずっと走り続けるっていうのを日本テレビがくっついて録画するっていうのをやったんですけど、普通の人あれやると、42.195キロって人間歩けるよねっていうのなんですけど、それ2日目やっていくとだんだんこう疲労が溜まっていって、 あの、骨とか関節が壊れちゃうんですよね。ところがっ、ぱりあの、笠間寛平さんって、その骨とか関節が異常に丈夫っていう、ある種の特殊体質で、なので、あの、毎日50キロ走るっていうのをずっと続けることができたっていう。んで、その人がその、24時間テレビで、なんかあの、24時間の間にこんなに長い距離走れますよっていうのをやったんですけど、まあ、あの人は走れるけど、そんなんできるやつ他にいないよねっていうビールの合わせですいません。はい、飲んでから乾杯。あれ、ちょっと苦めだ。 へなんか割とベルギーってあのその甘めのビールが多いんですけどそういと苦みの強い感じのなんかあのビターな感じの味ですねはいなのであの波間寛平さんがあの異常にすごすぎる問題っていうのがあってあのなんかあの人をその単なるかいいのって言ってるなんかあの面白コメディアンのおじちゃんっていうイメージで見てる人は多いと思うんですけど実はそのアスリートとしてかなり能力値が高いっていうちょっと変わった人なんですよね なのでなんかあの人がやってたものを他の人も芸人なんだからできるだろうって言って詰め込むと、あの結局途中で24時間テレビのマルのようにワープしなきゃいけないとか、あのなんか普通の人だったらできないようなところになっちゃうので、なのであの狭間寛平さんを基準にするっていうのがそもそもの間違いだったんじゃないかなと僕は思ってます。はい。